はい。ちょっと空き容量が微妙。まあ、一人ずつちゃんと話聞いていくか。次、シデン君行こうか。シデン君行こうか。シデン君今の歴史では、セイランと共に反乱を起こしたのは、カレンではない別の海抜軍隊員ということのようだ。結局反乱は起きるのか。僕も顔くらいは知っているベテラン兵だが、正直カレンと同等の存在だとはとても思えない。だが歴史はほとんど同じ道をたどっている。人間の理解を超えたことが起きたとしか言えないな。それにしてもお前、ずいぶん面倒なことになっているらしいな。カラスに張り付かれているんだ。やっぱ人一人にできることって限られてるってことだよな。兄貴が政府から切られたから、マスコミも手のひら返しで、あることないこと言いたい放題だよ。そらそうよ、マスゴミですもん。断絶の帯を傑作戦に参加してたってことで、芸術も現実もゲームを変わらんの。しつこく取材が来るけど、試練も同じだろ。それはそうだが、お前にはスメラギ家という派手な看板がついているわけだからな。世論もマスコミも分かりやすいものに飛びつきやすい。本質を見ようともしない愚か者が多すぎる。そんなもんよ。あ、もしかして民衆なんてそんなもん。俺のことを心配してくれてるのか。自分が勝手にバカみたいに信じただけなのに裏切りやがってみたいなこと言うんだから、そんなもんよ。任務に支障が出るようだと迷惑だから確認しただけだ。わかったわかった、大丈夫だよ。カラスに四六時中追い回されてるわけじゃないし、そのうち収まるだろう。あ、でもそれよりも俺が退役する方が早いかもな。そうかね。ちょっと寂しそうなの可愛いなお前退役したらお前は無力で非力な一般人だ。僕がのし上がる様を指をくわえて見ているがいい。相変わらずだな。もうちょっと言い方があるだろう。ま、でも実際自体はリストラされないの。なくなるけど、前みたいに街の外に雷雲を見に行ったりとかも簡単にはできなくなるんだな。なんか絆エピソードを見たらわかる話だな。断絶の帯が消えてニューヒムカの気候に少し変動があったらしい。ん？また近場で雷が見られることがあるかもな。その時は僕が連れて行ってやらないこともない。ありがたく思え。なんでそういちいち上からなんだよ。けどまた一緒に見に行けたらいいな。こういう嫌味っぽい友人いいな。多分俺だったら秒で手が出るけど。アリスおば様すごく優しい人だよ。未だにどう接したらいいのか戸惑う時があるけど。カレンのこと覚えてんのって本当にこの場にいた人たちだけなのかもしれないね。時間跳躍に関わってた12人かなわけだから。あ、そうそう、お父さんとお母さんから伝言。ユイトにぜひ家にご飯食べに来なさいって。うわ、くどかれてんじゃん家族ぐるみで。みんなで食べた方がご飯も美味しくなるし小さい頃みたいでちょっと懐かしいね。ねえユイト、退役の申請出したんだってね。みんな退役の話になるから。花火知ってたのか。うん、決めたんだ。今のごたごたが落ち着いて、新規臭い雰囲気じゃないのいいよね。海抜軍がまた日常に戻れそうになったら退役するしっとりした感じではあるけど。そっか、本当に本当なんだ。じゃなくてきっとユイトのことだから、これからやりたいこといっぱいあるんでしょ。ユイトは新しい道で頑張る、私は海抜軍で頑張る。絶対リストラだって。海抜軍お互い頑張ろうってことだよね。すごいざっくりまとめたな。でもなんか、でもその通りだ。政府が重粒子だって。海抜軍は花火に任せて大丈夫だと。持ってるからな。
そういうテロとかそのうち起きそうだよね。うん、したらまだ仕事はありそうだけど。任せなさいっていうには、私は全然力不足だし、越えなきゃいけない壁だらけだけど。でも、諦めないって根性には自信あるから。知ってるよ。理想に近づくのは簡単じゃないけど、それでも花火ならきっとできるさ。ありがとうユイト。見ててね。私もユイトのこと見てるから。ああ、そういや、俺に何か言いたいことがあるって言ってなかったっけ。ああ、それはね。今はまだ。こいつらだけは未だ変わらずラブコメしてますね。覚悟してね。メインヒロインずらしてんじゃねえぞって。私が目指す私に追いついたら。なんだよ覚悟って。よくわからないけど、花火がいいって時まで待ってるよ。そういうのって女の子から言わせちゃダメなんやで、ゆいとくん。知っとくか。すげえ話しずね。こんだけ固まってるとさ。待ってね、すげえ話しづらいな本当に。よしよ。俺たちが知ってる歴史って俺たちの頭の中にしかないだろ。記憶が風化しないうちに形に残そうと思ってるんだ。俺たちが生きた歴史を架空歴史小説として残すんだよ。世間的にはフィクションってことにしてさ。現実味のあるフィクションになりますね、それは。ユイトも協力してくれよ。もちろんユイトが何かするときは、こうやって渡ると対一で話すのって珍しい気がする。今まで通りにな。ユイトが海抜群をやめてもそれは変わらない。これ二人だけの秘密だからな。そうだな。ああ、だからそこまで長いのはないのか、オペレーター組は。私ね、月面調査プロジェクトに志願しようかなって思ってるの。月の人たちの生きた場所を見てみたい。そうしたら少しはトゲツがしようとしていたことが理解できるかもしれないから。月からじゃテレパシーは届かないかもしれないわ。重ね隊は、で重ねサイドの人たちはみんな月戻る、月行く感じになりそうだね。超能力がなくても、サスなんかなくても、お兄ちゃんなんか、まあ重ねはもう月行くって明言してるし、超能力ならぬ、でカゲロウも月に未練ありそうだし、アラシちゃんは残りそうだけど。ベイブが停止した時に冷凍睡眠装置も機能停止したみたいってな。俺の昔の同僚たちは政府に身柄預かりになったらしい。まあベイブがなきゃあいつらも何もできやしねえさ。かくいう俺もかなりヤバい立場だけどな。ま、疑われて当然だからしゃあねえわ。まあ政府に協力するだろうしな、カゲロウだったら。っていうのを考えたら全然問題なさそうな気はするけど。ちょっとお茶飲みます。スメラギ議長のこともあるしな。今は処分保留のまま怪異討伐に駆り出されてるけど、そのうちお縄だろうな。そうか。そんな微妙な顔するなよ。ざまあ見ろと思っとけばいいんだ。罪は償ってほしいけど。ざまあ見ろはねえよな。思えないよ。カゲロウも仲間だ。悪いところもひっくるめて。その性格じゃ生きにくくない。いつも言ってんなお前それ。別にこれで16年ちゃんと生きてるからさ。そりゃそうか。ところでユイトはこの後どうするんだ。退役するよ。超能力がなくなったら海抜群ではいられないし、やりたいこともいろいろあるし。じゃあ俺が収監されたら面会にでも来てくれよ。嫌でなければ。つぐみちゃんの、それはつぐみちゃん本人が行くでしょう。いいよ。下手したら兄貴も捕まるだろうから。一気に面会すればブラックジョークすぎる。
おっと、俺はついでかよ。冗談だよ。それに吹雪連隊長が言ってた、カケローは今回の一件での功績と司法取引で刑が軽くなるって。だから捕まった時のことよりその後のことを考えた方がいいんじゃないか。その後ね、海抜群は除隊だろうしな。月面調査プロジェクトが動くらしいからそっちに協力する。うんだろうな。いや月に帰るのはまだちょっと辛いな。ああ残るんだ。ここに残って渡月の尻拭いでもするか。地球に長くいた割にいろんなものを偽って生きてきたから、ここは一つ真面目に生きるのもいいかもな。無理だろ。だったら俺に政治のこととか教えてくれよ。なんで俺がそういうの得意そうに見える？カゲロウってカゲロウ秘書とかやってそう。最高司令官だったんだろ。ね、重ねからカゲロウの本名を聞いて調べたんだ。本当は政治も得意なんだよな。ああ昔の人間は不利だよな。資料がいろいろ残ってっからさ。まあもう嘘まみれの生活もうんざりだし、ユイト君の家庭教師ってのも悪くはないかもな。そうだね。あーちょっと待って、なんか俺ハマってね。ここ青い空って綺麗。そっか、俺今までさ意識して上見たことないけど、気がする。今まで青空って見えてなかったんか。そっか、成層圏の間にちょうど重粒子があったわけだもんな。断絶の帯がなくなったこと、きっと植物たちも喜んでると思う。アジトの鉢植えもたまには外に出してあげなきゃ。カゲロウも手伝ってくれてる。あのユイトもアジトの鉢植え手入れしてくれたよね。ああうん、たまに顔出して水やったり栄養剤あげたりしてる。まずかったかな。ううん、なんかこの辺も絆エピソードやってるかやってないかで話変わりそうな気がするね。嬉しい。真剣に向き合えってつぐみ先生から言われてたからさ。スパティフィラムのつぼみも随分大きくなってきたよ。なんであんたプレステの横に寝てるの？そこ暑いでしょ。こっち来なさい。あんた、あとやめなさい。アジトの環境でも咲いてくれそうで本当に良かったよ。そうじゃない、私が良かった。ユイトの隊に残って。え？ああ前に吹雪連隊長が隊を再編成するって言ってた時のこと。あったなそんな話も。私あの時少し不安だったから、もちろんちゃんと考えて隊に残るって決めたんだけど、あの時の選択は海抜群とたもとを分かつことにもなるものだったから。私環境が変わるの苦手で。それでも一緒に来てくれたんだな、ありがとう。あの時俺心強かったよ。私こそありがとう。てか児玉さんって何してんだろ。私もユイトに勇気をもらった。すげー忘れてたけど児玉さんって何してたんだろう。てか何してるんだろうなうで。あの人割と青蘭側の人だったよな。私は私のままでいいんだって教えてくれて。なんか照れくさいな、俺大したことしてないし。このままずっとユイト隊にいられたらいいのにって思う。でもきっとそうじゃないんだよね。うん、ごめん。超能力がなくなったらもうなくなったのかな、ユイト君の超能力。それにいろいろやりたいこともこれからなくなる可能性があるってだけの話なんかな。
やりたいことをやるのは大事。少し残念だけど、でも離れても友達だよね。もちろん友達だし仲間だし先生と生徒だし私にとってユイとは太陽。え？植物が成長するためには太陽が必要だから、怪物群を離れてもユイとが同じ空の下で頑張ってるから。口説かれてる今もしかして。きっと私も頑張れるし、もっと成長できるはず。じゃあ俺にとってのつぐみは土だな。大地、地球、いる場所は違ってもお互いの場所で花を咲かせような。うん、どっちが綺麗な花を咲かせるか競争。絶対負けないから。今のところみんな海抜群に残る予定ではあるんだな。京香さんとカゲロウだけはちょっと、まあやってたことがやってたことだからあれだけど、一応みんな残るつもりでいるんだね。おいるか。アリスさんが生きる世界、兄さんの望み通りになりましたが、それは結果論に過ぎません。どうやって救ったんだろうね、マジで。兄さんのやったことはやはり間違っていると僕は思います。ですが、あの最後の時、好きさ、カメラアングル遠くてさ、顔見づらいんだよね。一瞬触れたような気がします。同意はできませんが、今はこの世界を受け入れようとそう思っています。うん、ユイト、脳の精密検査の方はちゃんと受けましたか？ああ、俺の超能力は後天的に与えられたものだから消失する可能性が極めて高いって言われたよ。そうでしたか。ルカがそんな辛そうな顔するなって言っただろ。俺は気にしないし。まあ、でもあれか、ユイト君の場合は超能力的にもいわくつきみたいな能力だからな。強いですね。僕も負けないように改めて気合を入れ直さないと。せっかく一緒に山登りまでしてもらったのに、ユイトの前で暗い顔をしていてはいけませんよね。ルカ、無理に元気なふりしなくていいんだぞ。カレンのことは。ありがとうございます。でもここはやっぱり無理をしたいんですよ。兄さんがいないことに戸惑うこともありますが、今の世界がどうであれ、僕には兄さんがいたんです。この世界が兄さんの望んだ世界なら、そんなもん気づかなかったな。僕はその行く末を見守って、そして自分も関わっていきたい。そのためには強くありたいと思うんです。兄さんに負けないぐらいにね。それは無理だと思う。今の歴史を作ったのはシーターだからの人だ。この先の未来を作っていくのは俺たちだもんな。ユイトは海抜群を退役するつもりですか？さすがルカは鋭いな。もう申請は出したんだ。いろいろ片付いたら一般人に戻るよ。超能力がなくなれば海抜群にはいられないしさ。仮にあなたの超能力が失われなかったとしても、あなたは退役の道を選んだと思いますよ。海抜群とは違うやり方でこの国を守るために。そうかな。そうかな。政治家にでもなるんかな。人を助けるためにはいろいろな方法があるんだって俺分かった気がするから。そうですね。あなたはあなたにできる方法で、僕は僕にできるやり方で
未来を作るしかありませんからね。僕は与えられたこの超能力を使って海抜軍の責務を全うしようと思います。たとえ後天的に与えられたものだろうが、生かせるものは生かしていく。それぐらいには自分のいろいろなことを受け入れられるようになりましたが。ルカの能力もね、さすがセフテン、消える可能性はあるんだもんね。楽しいな。俺も負けてか、せっかく席空いたのにユイト君はそこの席に埋まることもなくいなくなっちゃうのか。未来はきっと2つも席空いたのに。そうだ、大きなことをなすなら退役後の筋力維持も重要ですよね。良ければ僕がメニューを考えますよ。そこは変わらないんだ。やっぱりルカはすごいな。うん、お手柔らかに頼むよ。なんかまあルカの無理してる感がちょっと痛々しいというか。これかあれか、カレンのお墓みたいな感じなのかな。この花なんだっけな、見たことはあるんだけどあんまり覚えてないな。すげえ、あとカメラ操作下手くそ俺。いつものことなんだけど。まあそっか、まあそうだよな、ここにいるやつら以外でカレンのことを覚えてる人いないわけだもんな。あとまあ吹雪さんもいるけど。いやきついな、アリスさんに誰って言われるのきつっ。子供の頃から3人で一緒にいたわけだもんね。ここの桜は変わらず美しいな。ここの桜に関してはずっと綺麗だったけどね。国土高速来た時、初めて来た時も思ったけど、ここの桜だけはずっと変わんないもんな。でけえ。歴史が変わっても瀬戸も凪も彼らの死がなかったことにはならなかった。まあそれはしょうがねえな、政府側がクソだったってだけの話だから。奇跡を願わなかったといえば嘘になるが、現実から目を背けるなということなのだろう。ってことはやっぱナオミちゃんは死んでんのか。ところでユイト、体調の方はどうだ。ああ今のところ問題ないよ。超能力もなんとか使えてるし。でも心配してくれてありがとう。ゲンマっていつも周りのことを気遣ってくれるよな。そういうところすごいと思うよ。お前は最初からそうだったな。人のいい面を見ようとするまっすぐな生き方をしている。え、なんだよ急に、恥ずかしいって。そう言うな。道を誤った。でも現場も都市的にやめる年だもんね。共に進む道も示してくれた。お前には感謝している。俺の方こそ感謝してるよ。いつも助けてもらってばっかりだったし。ほとんど使ってねえな。それに俺ほとんどなんか外角壊す用のキャラとして使ってたわ。だからすげえちゃんとした使い方しないといけないキャラだったんじゃないかな。そっか、外角壊すことを。そういうお前がまとめた態度にしか使ってないぞ。マジでゲーマー居心地が良かったのだろうな。アラシアンとゲーマーマジで必要な時しか使ってなかったな。家族だろうか。俺の家族はもういないが、ユイト隊で感じる安心感や温かさはまさに家族だった。家族か。じゃあゲンマは一番上の兄貴って感じか。おいユイト、忘れたのか。俺はスメラギ議長とほぼ同世代の人間なんだぞ。でも肉体はまだ若いじゃないか。それにもう老け込むのはやめたんだろ。うん、そうだったな。俺はまだまだ人生を謳歌しなければならないんだった。しなければならないなんて追い込むなよ。もっと気楽に考えないと。ゲンマは真面目だな。あ、そうだ、
また例の餃子の店に行こうよ。俺アプリ会員になったんだ。ゆいともか。実は俺もあの店のアプリ会員になったんだ。これはあれだね、よし、サブ関連のやつだね。また新メニューに挑戦しに行くとするか。あー、なんかまあこの二人は結局退役、遅からず退役する二人だから全然仲良くはなれそうよね。我々だけが歴史の変化を認識しているのはどうやらユイトと重ね、君たちに関連がありそうだ。あの世界改変の時、君たちレッドストリングス能力者とサスでつながった状態だったことで、我々もまた世界を観測する側になったといったところ。アラシちゃん頭いいよな、本当。すべては推測だがね。何言ってっか全然わかんねえけど俺。何にしてもとてつもない力だよ、時間跳躍能力というのは。どうせなら広報担当なんて歴史も変えてくれてよかったんだが。広報担当じゃないんだよ。ああ、だるい。言い方的にあれなだけかな。嵐、最近大変そうだもんな。ぐでる暇もないくらい取材続きなんだろ。分かってるなら君が変わってくれた前。まったく、今度こそ広報なんぞやめてやるぞ。けどさ、そうやって文句言いながらでも海抜群に残って仕事を続けてるのは。怒られますよ、またそういうこと言うと。吹雪連隊長が心配だからだろ。やれやれ、君は兄弟に妙な思い入れでもあるのかね。私はそんなに弟思いじゃないと何度言えばわかるんだ。そうは見えねえけどな、思い入れって。すげえ、ま、いい。でも俺も弟だな。兄弟って感じする。夢を見たいのかも。うまくいってないのかい、カイト元本部長と。元本部長。家族とか兄弟の絆って憎くても簡単に切れない代わりに、断絶したと思っても途切れてないみたいなとこあるだろ。だからまあうまくいったりいかなかったり。なるほど、なかなかに善と多難だな。そっちはこっちほどややこしくないだろ。だから吹雪連隊長のことを支えてあげてくれよ。アリスさんが生きている歴史になって、カレンの存在がなかったことにされて、ルカもだけど吹雪連隊長もかなりきついと思うんだ。やれやれ、上の子に振り回されて苦労した弟同士、気持ちがわかるとでも言いたいの。別にアラシちゃんは振り回してたとは思わないけども、俺が口を出さなくてもアラシと吹雪連隊長には特別な絆があるんだろうけど。この顔かわいいな。君は夢見がちだな。ちょっとそんなものはないよ。後で壁紙にしよう。それに吹雪だって子供じゃない。あいつがこの歴史とどう折り合いをつけていくのかはあいつが決めることだ。実の姉とはいえ私の出る幕じゃないさ。そうか、うん、そうだな。余計なお世話だったかも。君は変わらないな。まったく呆れるほどのお人よしだ。人の心配をしている場合じゃないだろうに。そうかな。そうだよ。だがそれが君の強みだ。おかしい、そうかなじゃないんだよ。そうだよ。苦労は絶えないだろうがね。まあ安心したまえ、吹雪のこととは関係なく海抜群をやめる気はないよ今のところは。適度にサボるコツさえ分かっていれば安定した職業にはメリットも多いからね。分かった、吹雪連隊長のために残るってことだな。安心したよ、さすが嵐だな。なるほど、人の話を聞かないという作戦できたか。君は存外政治家の素質があるのかもしれないな。やめて差し上げろ。吹雪連隊長遅いわね。こちらから連絡を入れた方がいいかしら。ところでみんなとは話さなくていいの？もう話してきました。
ああ、大丈夫。これで最後か。すまないみんな。長かったな。待たせてしまったようだね。言うて43とかだと思うけど、パート数的には。久しぶりね。みんな変わりないみたいで。動画の切り方っていうか、俺の編集度合いによっては、あれだね。結構時間経つ、ね。忙しすぎてあっという間だったよ。ああ、休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会議にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会議は降らなくなったが、地表の会議が急に減るわけもないか。残党狩りしたらお前らはリストラだからな。退役はできんようだ。そうだよ、ゲンマ。私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。海遊法も地表の海位の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろなもん衛星でも打ち上げろ。少しずつ変わっていくのかな。あともう残党狩りだもんな。さて、それじゃ月も地球もここへ集まった目的を果たそうか。てか宇宙に待ってる重粒子全部地上に落とすっていうのもすげえ気がするけど。今日はありがとう、彼のために。結局彼のことを覚えているのは私たちだけなのね。世界が変わって、だけど俺たちだけはその改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか自分の存在をなかったことにしちまうとはな。まあそっか、望み通りに世界を変えた代償。単純な話かもしれないね。兄さんは大将なんて思っていないだろうけど、カレンかばってアリスさんが怪異化しちゃったんだったら、カレンがいなきゃ勝手だよ。確かにって感じはするな。僕たちが覚えている限りカレンがなかったことにはならないよ。せやな。この世界に確かに彼がいたということを僕たちはちゃんと知っているんだから。はい。さて、じゃあぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の会をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。はあ、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。ユイト、超能力の4はどうなの？まだ大丈夫。今のところ大きな変化はない。まだ。もう少し海抜群を続けて落ち着いたら退役するよ。その後は？やりたいことはいろいろあるんだ。俺みたいなベルペッパーでも生きやすい世界にしたい。世界を変えるなんて大げさかもしれないけどさ。それから親父たちがやってきたことにも向き合いたい。俺もやっぱりスメラキ家の人間だから。あとは重粒子のことも気になってる。重粒子？断絶の帯はもうなくなったでしょ？ああ、でももともと宇宙から来た物質なんだろ。大元が消えてないならまた飛んでくるかもしれないし。次来たらどうしようもねえな。だから重粒子をもっと詳しく調べて怪異化を防いだり治す研究も続けていくべきだと思う。あなた、そんなことまで考えていたのね。じゃあ政府に関わっていくことになるのかしら？やっぱりそういうことになるのかな。でも俺政治家向きじゃないし。そうかしら。最近のあなたなら割と向いていると思うけど。本当かよ。
向いてるかはわからないけど、俺大学に行こうとは思ってるよ。政治をちゃんと勉強したいんだ。親がそうだったからとかじゃなくて、ニューヒムカを変えるために。カサネも決めたんだろ？ええ、月行くんだろ？結局行くことにしたわ、月へ。そっか、ずいぶん距離は遠くなっちまうけど、それでも同じ世界にはいるんだもんな。私たちはいつだってみんな一人よ。でも一人だからつながれるんだって知ってるもの。どこにいてもそれは同じ。カサネ、俺これからもここで生きるよ。なんか画面の消え方プツって消えたな今。フェードアウトするとかじゃなくて。あー、これでクリアらしいです。ちょっと重ねちゃんサイドも気になるけど、まあまあフェーズ12か。長かったな。最終レベルって俺いくつだったんだろう、覚えてないっていうか分かんないけど67らしいね。なんか大丈夫かな、定期的に画面チカチカしてるんだけど。幻の芸術なんとかとガの文献を入手しました。ショップのアイテム交換で使用できます。何それ、エクストラニューゲーム。これが2周目の強くて、そうだね、強くてニューゲームだね。で、各地にクエストの依頼人が増えており、特別なクエストを受注できる。まあ興味はちょっと惹かれないんで知りませんけど。個人的にはあんまりすっきりした終わり方ではないんだけど。まあそうだね、全部が全部都合よくはならないけど、世界は救えたっていう話だよね。よし、じゃあこの辺で終わりにしましょう。これ以上俺の喋りもしんみりしちゃうとお通夜ムードの動画になっちゃうんで。それでね、まあ約40何パートになってるか、ちょっとため撮りしちゃってるからわかんないけど、はい、スカーレットネクサスでした。お疲れ様でした。